おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1268です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのはこちらではなく、こちらのね、ワイバンラダマンティスを組んだ後に、一応パワーアップパーツっていうかね、ちょっと造形の悪かった頭部パーツ、そちらをね、補うためのアペンディックスってやつを紹介しました。で、一応今回は、まあ、前回の一応3回ですね、最初のオブジェ形態、装着形態、アペンディックス、この3個で、まあ、一つ完結したこちらの旧バージョンですね、セイントクロスマイス。そちらの新しいやつっていうかね、EX になったワイバーンラダマンですね。そちらを今回紹介していきたいと思います。一応こちらをちょっとね、こう、ゆっくりね、ずらさないと崩れちゃうんで、まあ、いいや、崩れて。はい。こんなになっちゃうんですよ。はい。で、一応今回紹介するのはその EX。ということで、それがこちら。じゃんと。はい。くるくるっとちょっと回しましたけどね。はい。こちらとなってます。これがセイントクロスマイス EX のワイバーンラダマンティスとなります。で、箱のイメージとしては、ゴールドセイント12人のゴッドクロス。あれみたいな感じ。または、スペクターのジェミニサガとかね。あとは、カプリコンシュラとか。あとは、アクエリス神とかね。あと、そういうような感じのやつらみたいな感じで、箱。で、これの上にカバーがかかっているのが、ゴールドセイント12人だったんですけど、このタイプの、まあ、シンプルな箱っていうかね、側に何もないタイプの箱というふうになっております。で、一応表がこんな感じ。横がこうですね。こちら以上オブジェ形態。まあ、これで見ていただくと、まあ、こっちちょっと崩れてますけど、こっちは台座があって、サポートがあるってことですね。で、こちらは特にそういうのがなかったので、こんな感じで崩れちゃうんですけど、一応こっちだとね、劣化があったとしても、このね、支柱で支えられてるんで、そんなに倒れないんじゃないかなと。あとは羽のここの感じ。こちらだとね、オブジェ形態組んだ時のやつを見ていただくとわかると思うんですけど、羽がまっすぐピュッと立ってるだけなんですけど、これちょっと根元でこう調整できそうな感じになってるんで、その辺もちょっと見ていきたいと思います。で、裏がこういう感じですね。まあこういう風に手を前に出すとか、あとは、このね、なんかクリア棒みたいなの持ってるね、こういうなんか劇中の武器みたいなのもついてるみたいです。で、オブジェ形態、マスクありとマスクなしと。こういう風に、まあ組み替えもできるという感じになってます。で、はい、こちらですね。まあ必殺技のポーズというか、こういうこともできるよと。そして箱の上と、底という感じとなっております。はい。で、こちら見ていただくとわかる通り、まあ、封は切ってるんで何回か組んだことがあるという形になっております。ではこちらね、箱から出して、まあ中のね、ボックス出していきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。真ん中にラダマンティス、そして周りにサープリスですね。で、手に持つこのクリア棒みたいなやつがあって、手の甲のパーツがここにあると。で、最近のゴールドセイントのゴッドクロス、あちらだと手の甲の予備パーツというのがなくて、シングルに1個ずつしかなかったんですね。で、一応、これちょっと前の時代のものになるんで、一応予備が1個ずつついてるという感じになってます。で、2段目がこうなって、後輩の手首パーツ。これも一時あったんですよね。この手首ホルダーに手首がこうくっついてるっていうね。これもなくなってしまいましたね。あんまり人気なかったのかな。ということでこういう風になってて、一応ここのところにオブジェフレームと、まあ、ここにマスクですね。で、ここもオブジェフレーム。で、これボディですね。胸部、腹部、腰ですね。で、マスクの後ろ側という感じになってます。で、3段目にこういう風に、はい。台座と背中の羽。そして、表情パーツ。そして、支柱ですね。こういう風に収まっております。で、説明書がドーンとあって、相変わらずちょっとシワシワなんですけどね。一応こういう感じに入ってますと。で、これをめくると、こういう感じに、セット内容と、あとはさらにめくると、まずはこちらね、サープリスの付け方、そしてオブジェ形態の組み方という風になってます。で、裏側を見ても特にないと。前に紹介した旧バージョンですね。セイントクロスマイスの方だと、こういう風にあって、ペラってめくるとラインナップが載ってましたけど、EX になってからそのね、ラインナップが一切なくなったという感じとなっております。はい。ということで、まず今回は、まあ、最初にね、置いてあったオブジェ形態と同じように、今回はオブジェ形態の組み立てですね、そちらをやっていきたいと思います。ということで、それにね、関係するパーツのみちょっとね、全部ザザッとここから出して準備していきたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応この辺にサープリス、台座と支柱と手前に置いてあるのがオブジェ形態の足パーツですね。で、これがオブジェフレームベースと背中の羽というふうに置いてあります。一応手首のね、っていうか手の甲のパーツですね。この手の甲のパーツ。そちらに関しては、先ほどちょっとね、説明書チラッと見たときに、台座ですね。こちらの裏のところに、4つともなんか予備含めて付けるみたいなので、一応1個ずつ用意してあります。ということで、これからね、まず作っていくんですけど、まず一番のベースとなるのがこちらと。こちらから不要なパーツを外していくよと。一応ここの部分を外し、前面部分もこっ
カール抜くのかな。はい。一応こういうふうにワンパーツ段取りしますと。そしたらまずこちらの、まあ、これね、どう見ても腹部っぽいところですね。ここのところにお腹のパーツ、腹部パーツを入れますよと。で、後ろ側でパチンと閉じて、はい。こういうふうに作ってあげると。そしたら今度ここのところに胸部パーツですね。これを開いて、くっつけて閉じますよと。はい。こちらに関しては今までと基本的に似た感じとなってますね。そしたらここの部分に腰のパーツ、こちらをつけていくんですけど、こちらのこのね、一応このシンプルな造形のやつですね。こっから取れちゃまずいんだよね。もう一個ちょうどいいところで取れましたけど、こいつをこっから抜きますと。ここからパチンと抜いてあげて、こちらのリアがない状態にしてあげると。そしたら、こちらをね、開くと。ただ、こちら開くときも、またね、前面取った方がやりやすいと思うんですよね。今、簡単に取れましたけど、前面外して、この開き止め、これを抜いて、パカッと展開すると。そして、組んでたこいつのところに、こう、配置して、閉じます。ただ、こちらに関しては、今、穴のところに入れはしたんですけど、そこまでガッチリ入らない感じなんですね。なので、引っ掛けるような感じになるんであれば、これ、ぐっとね、奥の穴に刺したところで、これ、わかりますね、ふかふかしてる。なので、これ、別にここで分離する必要性はなさそうですね。このようなパーツを、ここのところで、後ろところね、これ引っ掛けて、この状態を作ってあげて、先ほど外したこいつですね。こいつを差し込んで、はい。これでロックすると。これで十分ですね。先ほど見たく、開け止めを外して、わざわざこう展開してつけるっていうよりは、普通に、リアのこいつを外して、上半身というかこの上の部分をガコッと引っ掛けて前面部分をつけてあげると、その方がいいと思います。そしたらですね、一応このパーツができたら先に足を作っちゃおうかなと。で、これが足ですね。これとこれとこいつですね。このパーツだ。これを含めてこれ全部足ですね。で、これに関してはこちらのこのね、ネジ隠しみたいなのが多分内側になるんじゃないかなと。まあ、そこの部分とかに見れば多分 LR の刻印があったりすると思いますけど、一応こう見て、もう一個がこれとこれですね。で、これも多分ここの形状、差し込みのこの形状と、あと本体のね、刺さりでわかると思います。一応ピンの刺さりとその辺をちょっと確認したところ、まあこんな感じかなと。一応なんかネジ隠しがこの接続用のピンの反対側ですね、外側になるようになると正しいみたいですね。で、こちらの足、オブジェフレームのやつをこれ見ていただくと、まあ、組み立てをね、見ていただいた方はわかると思いますけど、これ、固定になってますよね、これ。前回のやつはまっすぐじゃないんですよね。ここら辺に関節があるんで、これをギュッと伸ばして、パーツはめ込んで、この形を作るんですけど、そうすると、この辺がへたってくるとね、こう乗っけた時にパタンと行くことがあったんですけど、このように、形状固定だと、たとえね、接続部分が確かに弱っても、この状態で、前面のところにガタンと行くことはなくなったということになっているんで、はい。こういう風に組むことができると。一応この状態ですね。左右を確認できたら、これが左足になるんで、左足のパーツをつけていくと。なので、ちょっとまたね、一旦外す必要性があるんですけど、この辺とか分離してあげて、このように分解すると。そしたら、まずこの状態、こことここで、これ左のももですね。こちらに関しては前も言いました。後ろが平ら、前面がとんがっていると。これが左なんで、ここのところにしっかりとざっくりと入れてあげると。で、前回のやつは、前回というか、旧バージョンは、これで形状がっちり固定じゃなく、結構ね、くる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 回りましたけど、一応今回はね、しっかりとはまるようになっております。で、これができたら、ここのところにこいつを入れてあげる。で、今度ここのところに、すねの前面部分ですね。これを用意して差し込みますと。で、差し込むんですけど、実は今回は、EX の特徴として、ここのところに膝ですね。膝アーマーが追加になってるんで、これを忘れずに入れますと。で、これしっかりと忘れずに入れないと、これをギュッと入れた時に、わかりますかね？このとんがりの内側になってしまうんで、後入れできないんですよね。なので間違いなく膝を入れてから、すねを入れると。それから下の部分を入れる時に、これに関してはまたここでバチッと組めるんですね。これで組んであげて、そしてここのところに、足の残りですね。これを逆向きにしっかりと入れてあげて、こいつで閉じるよと。こうすることで、はい、できましたと。やっぱりバチッと決まりますね。なので反対側、こっちも同じことなんで、同じように作ってあげたいと思います。はい、反対側もできました。そしたらこれで両足分揃ったんで、次は一応頭部になるのかな。それが一応こちらと。で、これは先ほどね、ボディっていうか、この本体の方からスポッと抜いた残りです。
こちらのここですね、ここからバコッと外してあげて、ここに左の前腕ですね、左の前腕アーマーをここに形状固定で入れてあげます。はい。そしてこいつをつけてあげるよと。そしたら今度今入れたこことここですね、次のところの間に右の二の腕アーマーを入れてあげると。でこれに関しては多分また同じくね、形状決まりなんで、それでバチッと入れてあげて、はい、このように入りますと。これ刺すときにこの辺でとんがってるんで、怪我しないように注意ですね。そしたら今度この頭の部分ですね、これをスポッと抜いて、ここに前腕アーマーを入れてあげると。はい。そしてこいつをつけてあげまして、こういう風に作ってあげると。これでまたね、ワンパーツ準備できましたと。そしたらこいつとこいつを元の場所に戻してドッキングさせてあげる。でその際、ここのドッキングさせる前に、ここに残ってた左の前腕アーマーをここに用意してあげてから、こちらの部分に入れると。なのでちょっとやりにくいかもしれないですね。まあ、一応スポット入りましたと。でこちらで出来上がりで、今度ここのところに肩アーマーつけたり、いろいろね、残ってるパーツをつけると。でその際、ここのところに接続ピンっていうかね、ここに1個あるんで、そこに外れてたこの腰アーマーを入れてあげますよと。でこれ先に入れた方がいいかも。この組んだ首パーツっていうかね、これを先に作ってからこれを入れてあげた方がいいかもしれないですね。そしたら両サイドのここのところに組んだ足パーツをここに差し込みますと。で多分これを刺すことによって、ボディのこのガタつきが多少軽減されてくるんではないかなと。今結構ねクラックラになってるんで、その辺がねバチッとはまってくれるんではないかと。ただそれでも多分ね、あの背中のウィングつけてないんで、そこまでガッチリ感はないと思いますけど、はい、こういう風にまあつきましたよと。そしたら今度前面とかこう入れていく前に、先にですね、台座の方につけてしまった方が一番楽だと思うんで、そっちやりたいと思います。一応これがベースで、これの裏側ですね、ここのところに手首パーツっていうか手の甲のパーツですね、これを左右決まってる場所にしっかりと入れてあげますよと。でこれいつもの通りなんですけど、これ入れて、あれ予備どこやったっけってなくす可能性があるんでね、ちゃんと裏につけたっていうことを忘れないようにした方がいいと思います。でこちらの中央部分にこの支柱ですね、これをブスリと差し込んであげて、こいつのここですね、このピンとこちらの本体の側面のここですね、こいつがつながるんで、台座の上に足乗っけてあげて、ここでざくりと差し込んであげると、はい、こういう感じで、まあ、一応安定感よく立つと。でそれに合わせて足のね、この開きとかこれも調整してあげると、バチッとこうやって乗るわけですね。でこれで一応ちょっと前傾にこうなってますけど、それでもねぐしゃぐしゃっていかないにはなっております。一応こういう風に段取りできましたら、左の肩アーマーですね、これが前のここに入りますと。でこれもパチッと入れてあげて、こういう風にボディ側に沿わせるような形で作ってあげると。で裏側ですね、今度こちら側によいしょと、マスクの後ろ側です、これを逆さまにして、この辺をねまっすぐ伸びるのが正解なのかな。でこれをここの下の部分に形状決まりで入りますと。はい、こんな感じですね。でこういう風に入ったら、ここのところに肩アーマーの残り右側ですね、これをここのところにパチンと入れてあげると。そして下げますよと、ぐるっと回して、こちらの前の部分ですね、ここのところにマスクを取り付けてあげて、最後にここですね、ここの部分にこの羽です。こちらをぐっと曲げたりね、こう上に跳ね上げたりして、まあ、こういう風に角度調整もできるんでね、その状態にして、まあ、広げ気味にしてあげて、で、ここのところに差し込むと。で、ちょっと下げ気味っていうかね、中央部分を先に差し込んでから、調整した方がいいと思います。で、ここのところにくっつけてあげて、あとこの辺のね、角度調整とかをしてあげて、はい。まあ、一応ちょっとね、こんな感じで、はい、組むことができると。あと、このね、羽の開きとかの、この辺のね、調整も行うことができるというふうになっております。こうですね。これが、セイントクロスマイス EX の方の Y 版ラダマンティスのオブジェ形態というふうになります。では、最後に、以前組んだね、はい、ラダマンティスの Y 版のオブジェ形態ですね。これをちょっと持ってきて、ちょっと関係ない台座っていうかね、連結パーツになりますけど、こういう風にまあ持ってきましたよと。はい、一応こういう風にできたと。まあ一番の特徴としてはやっぱり色合いが違うっていうのもそうですけど、
肩アーマーの処理位置がもっと上になってね、こう首元をこうガードするような感じになってるんですけど、これ結構ね、胸元っていうかね、結構下の方になってるよと。で、あと、関節の仕様がこの固定になってるか、曲がるようになっているか、あとは全体的な色、まあ、この辺ので造形の違いとか、あとは膝アーマーがワンパーツ追加になってるっていう、その辺もちょっと大きい違いかなと。あと台座ですね。これもあるんで、一応安定感はこっちの方が高いと思います。こっちはやっぱりね、この辺が劣化してくると、この台座なしでは本当にぐしゃっといっちゃうんでね、その辺の違いが大きいかなというふうに思いました。はい。ということで次回ですね。次回はこちらのオブジェ形態をバラしまして、装着者であるラダマンティスにつけていきたいと思います。で、アペンディクス紹介した時も言いましたけど、アペンディクスの、まあ、頭部と首ですね。こちらを装着した状態のこれをまとったラダマンティスと、こちらの状態をまとったラダマンティス。それをね、最終的にこんな感じだよっていう比較をちょっとね、やりたいと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。